大ちゃん金ちゃんのここほれワンワンスタジオ。はい、皆さんこんにちは、第45回目の放送となりました、大ちゃん金ちゃんのここほれワンワンスタジオ。このラジオでは、地域のつながりを大切に、下町の未来の働くを考えるをテーマに、ご意見番大ちゃんこと有限会社人事労務代表の矢作と、私金野がゲストをお招きして語り合います。働くことや生きることそのものを深く楽しく考えていく、そんな時間にできればと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、45回目ということで、ね、はい、なんか長く続きましたね。長く、はい、重ねてきたなというふうに思いました。よろしくお願いします。今回の放送はですね、対話のプロセスを大切にした、子が生かされる組織づくりをテーマに、認定 NPO 法人鴨の橋プロジェクト、事務局長の小畑さんで、それから、経営管理部マネージャーの曽根原さん、お二人をお招きして、弊社畑中が、お伺いして、トークセッションを、お送りいたしました。で、鴨の橋プロジェクトさんは、2002年に東南アジアの人身売買、児童売買の、問題解決のために創業されて、カンボジア、そしてインドと、人身売買が起こらない仕組みづくりというものに力を入れて、根本的な課題解決に、取り組んできた、皆さんです。今回はそのような、活動の内容もお話しいただきつつですね、鴨の橋さんが、大切にしていく働くの子あり方や、弊社が伴走させていただいた人事制度の、人事制度づくりの歩みについてお話をお伺いしております。はい、大変勉強になる時間をいただきましたので。鴨橋さんはよくね、社会貢献活動でもモデルになるようなね、活動してるって結構有名な、団体さんですけども、そこでね携わさせていただいた、そんな、お話を、ね、させていただければなと思っております。はい、それではどうぞご覧ください。大ちゃん金ちゃんのここほれワンワンスタジオということで、今回はですね、鴨の橋プロジェクトのお二人、小畑さんと曽根原さんにお越しいただいて、お話をお伺いしていきたいと思います。最初にまずお一人ずつ自己紹介一言お伝えいただければと思うんですけれども、じゃあ、小畑さんの方から、はい、お願いします。はい、今日はこんな機会いただいてありがとうございます。私は鴨の橋プロジェクトという NPO 法人で事務局長をしています小畑と申します。どうぞよろしくお願いします。曽根原さんお願いします。はい、質問今日の場いただいてありがとうございます。私も鴨の橋プロジェクトで、経営管理部のマネージャーをしております曽根原と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。で、今回は、はい、はい、じゃあ畑中さんの方から。はい、人事労務の畑中と申します。鴨の橋さんとはですね、ちょっと人事制度の改定のところで1年半ぐらい一緒にちょっとお付き合いさせていただいて、もういわゆる普通の会社の人事制度の作り方ともう全く違うようなところで、私も初の体験が多かったんですけれども、一緒にやらせていただきました。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今畑中からもありましたけれども、そういった人事や組織運営という部分についてもお伺いしつつですね、ちょっと活動のこともお伺いしながらで、ここからの時間を進めていきたいなというふうに思うんですが、まず鴨の橋プロジェクトの、そもそものどういったことに取り組んでいるのか、活動の内容についてちょっとまずご説明いただければと思います。もうすでにこの番組見てる方はもう知ってますという方も多いとは思うんですけれども、ちょっと改めて、はい、お聞かせいただければと思います。はい、ありがとうございます。我々鴨の橋プロジェクトって動物の名前なので動物保護団体かと思われるんですけど、実は全然違って、2002年から、今から22年前から人身売買とか児童買春っていう問題が世界にあるんですけど、その問題をなくすっていうことで活動を始めた団体になります。2002年からはカンボジアで活動していて、2012年からはインドで、それぞれ、その、国にある児童買春とか人身売買っていう問題をどうやってなくすことができるかということを、考えて活動していて、2020年からは日本でも活動をしています。
日本での活動は、人身売買ではなく、子どもの虐待とか、まあ、子どもが、まあ、困難な状況に置かれている子どものについて活動しているっていう団体になります。で、具体的には、日本だとですね、児童虐待っていうのは基本的に0歳0日、生まれてすぐ亡くなったっていうのが虐待死は一番多いというふうにされてますので、孤立しがちな妊産婦さんのための居場所の拠点を作ったりとか。あとは、ご自身が、まあ、虐待とか、もしくは、ご家族が育てられないという状況で、社会的養護というんですけれども、児童養護で生活をされてた方々が、18歳になると、そこから出なきゃいけないっていう制度が国にあるんですけれども、その制度で18歳以降で、ちょっと社会に出てしまうと、まあ、親も頼れず、あと、まあ、頼れる大人がいないという状況で、この社会で生きているのはすごく大変なので、そういう方々の、サポートをするっていう仕事もやったりしています。そういうこう活動を、これまでこう取り組んできているカモノハシプロジェクトさんに、小畑さんや曽根原さんはこうどういう経緯でここでこう働こう、活動に参画しようっていうふうになったのかなっていうのもちょっとお伺いしてみたいなと思ったんですけど、そのあたりはいかがですか？私はもともとは前職も NPO だったんです。で、前職の NPO では紛争とか災害の後の緊急人道支援というのを主に海外を中心に、まあ、東北の地震もあったので、まあ、国内よりもやってたんですけども、そこで活動していく中で、この活動のその持続可能性みたいなところを追求したい気持ちがありつつも、どうしてもその資金ソースの問題などで難しいなって感じることが多くて、世間のその注目も緊急期って言われる本当災害とか、あとは難民がバーって出ましたみたいな時のその直後はすごい注目を浴びるんですけど、実際にその立て直していくところとかって、すごい本当に世代を超えて時間がかかっていくことだけれども、世間のこう関心は薄れて資金が集まらないみたいなところにこうもどかしさを感じていて、持続可能な形を求めるにはこうどうしたらいいんだろうみたいなことを考えている時に、ご縁があって賀茂の橋のことを知って、でその賀茂の橋のアプローチっていうのが、その社会のその課題のその表面だけじゃなくて、その背後にあるその社会構造から働きかけようっていうアプローチがあって、こちらのそのアプローチにすごい共感を覚えて、参画したっていう、そういう経緯があります。私2012年から賀茂の橋にいるんですけど、それまでは、新卒で入った会社に丸10年いて、で、普通の一般事業会社というか、普通の上場してる普通の会社で働いてたんですけど、学生時代から国際協力の仕事にいつか携わりたいなというふうに思って、その新卒で民間企業に入って、で、普通の会社に入るとそれなりにでもやっぱ楽しいじゃないですか。だからなんかいつか辞めようと思って10年経ったんですけど、なんかたまたま賀茂の橋が求人を出してるのを見つけて、で、まあ、すごい軽い気持ちでっていうと、まあ、事実なんですけど、ちょっと言うのあれなんですけど、すごい軽い気持ちで、なんかこのタイミングでこの求人見たのは運命かもしれないとなんとなく思って。まあ、軽い気持ちで面接に行ったら、当時、まあ、今も一緒に働いている共同創業者の、メンバーと面接したんですけど、すごい面白くて、何が面白いっていう、なんかすごく考え方も柔軟だし、なんか社会課題を解決するとか、なんか問題を解決する、すごい、なんていうかな、暗いし真面目だし、なんていうか、ちょっとその、なんていうかな、もうちょっとなんかこう、まあ、シリアスなイメージを結構抱いてたんですけど、彼らはシリアスでありながらもすごく柔軟な考え方とか、すごく面白い考え方をして、なんか社会に少しでも、まあ、貢献しようっていうふうに思っているメンバーだったので、なんかこういう人たちとなんか一緒になんか社会課題に取り組んだら、ひょっとしたら自分も社会の一員になれるかもしれないというか、社会を変える一員になるってちょっとなんかおこがましいんですけど、何か自分も社会を変える一助になれるかもしれないっていうふうに思って、賀茂の橋に転職してきたっていうのが、大きなきっかけで、特に児童買春とか人身売買の問題取り組みたいっていうふうに思ったっていうよりも、なんかこう、今賀茂の橋のアプローチとか、賀茂の橋のあり方だと、ひょっとしたら社会を変える一助になれるのかもしれないなっていう思いが大きかったっていうのが本音です。はい。
その中で今、担ってるお仕事としては、それぞれ、どんな今、業務を担ってらっしゃるんですかね。私は経営管理部のマネージャーなので、経営管理マター結構幅広いところの統括っていうのをやっていて、まあ、具体的にはなんだろう、総務とか労務とか人事とか法務とか、あとリスク管理だったりとか、あとその理事会、役員会議みたいなところのそのマネジメントみたいなところとかっていうところも含めて、まあ、全体のそうですね、鎌ヶ橋の事業活動のその基盤が揺らがないように、土台をきちんと維持して、それを効率化させていくみたいなところの統括をやっているっていうのと、あとはその経営企画の役割の一部で、この今回の人事制度改革みたいに、組織開発のところ、全く経験はないんですけど、思いは強いっていうところがあって、役割を取らせてもらっているっていうところです。はい。ありがとうございます。小畑さんは何ですか？事務局長という役割なんですけど、事務局長の役割多岐にわたってて、一般的な事務局長の業務ってそんなに知らないんですけど、基本的には組織全体の事務局の、トップとしていろんな意思決定するとか、いろんなことの調整するっていうことがメインになるかなというふうに思ってます。あとは、事務局の上に意思決定機関としては理事会と総会があるんですけど、その理事会との調整をしたりとか、まあ、理事の方々とコミュニケーションをとって組織をどういう方向性に持っていくかみたいなことを考えたりすることも多いかなという感じです。畑中さん、まあ、こういうお二人やこういう皆さんが働いてる鴨の橋さんとこう関わりを持つ中で何かこう感じた点とかってありますか？仕事に対して、いわゆるジョブっていう以上のものを全員の方が持たれてるんですよね。だからその、背景とかそういうのを持って、やりたいこととかがあった上で集まってる団体なので、かなりやっぱり一つ一つのことを決めていくのにも深掘りしていかないと、なんか腹落ちしてくれないっていうか、こうやった方が効率的ですよとか、こうやったら儲かりますよとか、こうやったらなんか組織として効率的にうまく動きますよっていうだけだと全く進まないんですよね。だから小竹さんの事務局長のお話があったと思う。本当に事務局っていうのがいわゆる一般のそういう管理とか以上になんか一人一人の思いのところにアプローチしていかないといけないっていう、そういう組織で大変だなと思いつつも、私はなんかいいなって思ったんだよね。なんかこう、事務を束ねるとかじゃなくて、その一人一人のこう思いにアクセスしながら、こう方向性を定めていくって、なんか本来はそれが組織運営の大事なところなのかもしれないですね。ちょっとこの後、鴨の橋さんのその働くについて、おそらくこれまでもいろんなメディアで、鴨の橋プロジェクトのことは、いろんなこう発信や取り上げられることも多かったと思うので、今日はちょっとその基盤である皆さん自身のこう働くの在り方についてっていうのも、なんかちょっとお伺いしてみたいなというふうに思ってまして、例えばじゃあ採用するとき、新しい仲間を迎え入れますっていうときに、なんかこう大事にしてる、例えばこういう要件であったり、採用基準とか、そういうのってお持ちだったりするんですか？カルチャーフィットを大事にしてるっていうのが大きいかなと思っていて、カルチャーフィットをそれぞれのメンバーが言語化すると、多分カムナシの中でも結構分かれると思うので、私の視点でお伝えをまずすると、やっぱり我々の大事にしているミッションとして、尊厳を社会にするっていうのをすごく大事にしてて、この尊厳ってなんとなくこう漢字で書いても難しいし、ふんわりしてる感じがするし、なんか倫理の授業で習ったなみたいな感じのイメージだと思うんですけど、我々はやっぱり尊厳を育める社会を作るっていうところを愚直に実現したいなというふうに思っているので、まず組織としてはご自身がご自身の尊厳を大事にするっていうことができているかっていうこと。自分。はい。で、その人が他者の尊厳を大事にしようと試みてらっしゃるかっていうところは、すごくカルチャーとして大事にしてるところの一つかなというふうに思います。じゃあ尊厳大事にするってどういうことって、すごいなんかふんわりしてるイメージがあると思うんですけど、ここが我々のやっぱり経営の難しいところだなって今喋ってて思うんですが、
私が思うのは、まず本当単純に自分をちゃんと自分が大事にできてるかっていうところで、これが2つ目のにもつながるんですけど、なんか我々下肢方向っていう言葉を大事にしていて、これ自分を大事にして公に奉公するっていう考え方を大事にしています。で、なんか自分が一生懸命頑張って、なんか休みも取らずすごいいい資料を作ったら社会が良くなるっていうふうになんかやっぱ考えがちだったんです、昔我々は。けど、いや、まず自分を大事にして、ちゃんと休みを取って、人間らしいって言ったらあれですけど、すごく自分らしい生き方とか自分らしい在り方を保った上で、どうやって社会で活躍していくかとか、働きかけていくかっていうことを考えることを、なんかやめないようにしましょうっていうところはすごく大事にしていて、自分を犠牲にしてはならぬみたいなところは、1番目のその尊厳っていうところにすごくつながるかなっていうのが、一つ我々がすごく大事にしているカルチャーかなというふうに思ってます。ありがとうございます。はい。で、もう一個は、ちょっとなんか多分これ本当にしつこいんですけど、そのカモナースのメンバーにもよるんですけど、私はなんか結構こう、なんていうかな、ちゃんとこう、アサーティブにもの、アサーティブなコミュニケーションっていうのをすごく私は気にしていて、これ多分、人によって全然違うかなっていうふうに思うんですけど、例えばなんかこう、実直にものを言うとか、まっすぐにものを言うっていうことだと思うんですけど、なんか会社とか組織でいると、ランクが、まあね、だんだん上司と部下だと、すごく言いにくいことがたくさんあって、それがだんだん溜まっていって、その人のフラストレーションになったりとか、お互いのコミュニケーションの難しさを生んだりするっていうことはあると思うんですけど、その人がその人らしく、その人が思ったことを相手が受け取れる言葉できちんとコミュニケーションが取れるかっていうのは、私はすごく大事だなというふうに思っていて、なんかあの人大変そうだから、なんか今言うのやめようとか、あの人すごいなんか頑張ってるから、なんかまあ、なんていうかな、そう、徹夜をして頑張ってるから、なんかあんまり、なんか、きつく言うのやめようみたいな考え方も大事だと思う一方で、いや、それってあなたにとって本当に大事ですかとか、組織にとって意味がありますかっていうのを立ち止まって、相手とコミュニケーションが取れるかとか、自分自身も自分自身に対してそういう問いが投げれるかみたいなことは、結構、カルチャーとして大事にしてるかなというふうに、はい、思います。が、曽根原さん、ちょっとどうでしょうか。そこにそんなに付け足すことはないなと思っていて、はい、でも本当自分の内側から来るものをなんか組織のそのミッション達成のために犠牲にするっていうことはしないでほしいっていうのは常にあるなと思っています。ありがとうございます。なんかその発し方向の逆の言葉で、まあ、滅私ってあると思うんですけれども、そのあたりってなんか変化したタイミングとかってあるんですか？いや、まさにそうなんです。そうなんです。我々2002年から2022年まで、子供が売られない世界を作るっていう大きなミッションを掲げてたんですね。これまさに人身売買とか児童買春って問題を世界からなくすっていう、すごく分かりやすいミッションだったんですけど、これ分かりやすいミッションだし、すごく大きなミッションであるがゆえに、なんか我々ミッションオリエンティッドとかミッションの奴隷とかっていうふうに言ってたんですけど、ミッションを達成するために、なんかそのための手段は、選ばないっていうことはもちろんないけど、でもやっぱ結構そのミッションがもう最上段にあるので、それが絶対大事から、自己犠牲をしてでもそのミッションを達成するために自分たちは頑張りますみたいな期間が結構長く続いたのかなっていうふうに思う。で、なんかその自分たちが問題を解決したいし、自分たちが実現したいことだから、それに関してそんなに違和感はなかったものの、やっぱり若いうち、まあ、10代とかは良かったんです、10代20代は良かったんですけど、だんだん自分たちがなんか社会と近くなってきてというか、その自分たちが家庭を持ったりとか家族を持ったりとかっていうふうにすると、やっぱそれだとなんか世の中成り立たないなっていう感じだし、自分たちもサステイナブルじゃないなっていうことにだんだん気づいて、そのミッションの奴隷になるのはやめようっていうことを、なんていうかな、が分かって、そのミッションを変えたっていう、尊厳というところにミッションを変えたっていうところが大きいかなというふうに思そういうこう過程があるんですう。そうね。なの。はい。ありがとうございます。なんかこうそういうこう流れの中で、今回、まあ、弊社も関わらせていただいてのこう人事という、まあ、ちょっとこう組織の、まあ、一つの、まあ、柱ですかね。
を、ちょっとこう見直してみようっていう動きが出たんだと思うんですけれども、ちょっとこう、どんなこうプロセスで進んでいったのかっていうのを、ちょっとざっくりとご説明いただければなと思うんですけれども。はい。そうですね、経緯としては、もともと人事制度を見直さなければならぬっていうのは、結構前からあった声だったなというふうには認識していて、例えばその賃金の仕組みだったりっていうのが、その昇給の仕組みっていうところも結構その一定のところに行くともう止まってしまいますみたいな、昇給の可能性がこれ以上ありませんみたいなふうになってしまっていたりとか、あとはその何をもとにこう昇給昇格をこう判断するんだっけみたいなところがなかったりとか、あと定期面談の仕組みも上長に委ねる形、個人がやりたい場合とか、その上長がやろうと思う場合においては、なんかおのおのやるみたいな形になってたんですけど、全体でフィードバックをしてっていう、そういう仕組みがなかったっていうこともあって、もともとのその課題感としては、その職員を対象に取ったアンケートの中で、そういう、なんだろう、成長がこう実感できる仕組みがないみたいな声があったりとかしたので、必要だなっていうのがまずあったっていうのは一つで、一個でも大きかったなと思うのは、やっぱりミッションの変更で、その尊厳を大切にして、大切にされ合う社会を育むってなった時に、じゃあこれに照らした人事制度とはっていうところ、尊厳を大事にされ合いながら働く環境とはっていうところも、組織としてどうあると、それが実現できるのだろうみたいな課題感は同時に出てきたっていうタイミングだったなと思っています。で、我々だけで、もう専門性がない中で人事制度をいじるっていうのは結構無理じゃないって話があって、で、その我々のその描いているような、なんていうんですかね、個がちゃんと生きるようなその人事制度づくりっていうところで、どんな人にこう関わっていただけるかなっていう話があった時に、いろいろご縁で人事労務さんに入っていただくっていう形になってスタートしたっていう経緯があります。なので、一番最初に我々としてこういう制度にしたいっていう描いていたのは、多様な職員がその自分のこう個性を生かしながら生き生きと働ける、でその中でこう成長を実感できるような制度っていうところを今、最初は描いてました。で、その中でさっき小畑が言ってたみたいな、自分自身の尊厳を大事にすることを結構大事に考えていたなと思っていて、それはその自分らしさを大切にするとか、自分の選択を大切にするっていうのが実感できるような制度にしたいっていう思いを込めて作り始めたっていうところがあります。最初のきっかけはそんな形で、ただやっぱり実際作り始めてみると、コンセプトを制度に落とすことの難しさみたいなのがすごいこう常々痛感してきたなと思っていて、なんかそこちょっと小畑にもちょっとインプットもらいたいところなんですけれども、やっぱり、その自分のそのウィルとか自分の意思を大事にすることが大事なんだが、それは個人のその思い通りに全ていくとか、自分勝手が全部通るとか、そういうこととは違うんだよなみたいな要素をどういうふうにこの制度に盛り込めるのかみたいなところを、本当にかなりああだこうだ言いながら試行錯誤して作ってきたっていう経緯があります。はい。このあたり、小畑さん、いかがでしたか？ありがとうございます。我々そういう職員が今すごい増えてるって言っても30名弱しかいない組織でして、いわゆる大企業みたいに、例えばすごい目標管理をして、金太郎飴みたいに、部長はこういうコンピテンシーがあって、こういう能力があったら部長になれます。だから組織は一定の業績が出せて、株式市場でも評価されますみたいな、なんていうか、組織のサステナビリティのあり方と、なんか我々のサステナビリティのあり方ってそもそも結構違うっていうところが、なんかこう、やっぱ NPO の成長制度の難しさだなっていうのをすごい思ってて。で、ちょっと、そんなに詳しくないのは分かんないですけど、そこのやっぱ金太郎飴的にこの能力があって、これが積み上がったら部長になれますみたいな人事制度と、我々の人事制度が大きくそもそも異なるんですっていうところを理解してくださる人って世の中にいるのかなみたいなのが結構2年前に思ってたことで、だってそうじゃないですか、組織ってそのサステナブルにあることが大事だし、一定の業績出せることが大事だから、それは一定のなんか能力ある人が一定のマネジメントポジションにつき続けるっていうのが大事っていうのは理論上は正しいと思うんですけど、いや、そうじゃなくてこう大事にしたいんですっていうことを理解してくれる人がいるのかいるのかって時に、
おられたみたいな感じで出会ったっていうのはすごく大きいなっていうふうに思ってて、そこのやっぱ感覚のすり合わせってすごく正直難しかったのに、結構すぐ理解してくださって、我々のなんかその考え方とかをなんかこうすごく共感してくださったっていうのが、なんか初めの出会いとして大きかったなっていう感覚が残っていますっていうのが一つあります。なんかまさにこう私たち自身もこう個を生かし合うってこう学び深めてる過程でもこの数年あったと思うんですけど、畑中さんこう伴奏をこういや、しながら。改めてお二人の話聞いて、あれですけど、私もまさに2002年から今の社労士やって、結構当初から人事制度とかをずっとやってて、2002年ぐらいだとまだ成果主義が大繁盛しているような時だったんですけど、20年以上やってきてて、なんかいわゆるその普通の企業の人事制度っていろいろモチベーション上げるためとかなんか言ってるんですけど、結構機械的だなと思ってるんですよね。なんか人とあんまり見ないようなものがベースにあって、で本当に一人一人のこう思いとか、そのウィルとかやりたいこととか幸せとかっていうところにつながってないような、だから仕事は仕事、個人の人生は人生みたいなところでちょっと分断されちゃってて、その中でうまくなんか立ち回れる人もいれば、なんかそこの分断で苦しんでる人なんかも結構多いなって思って。出た時に、まあ、自立分散的に個人もしっかりとこう幸せになるような人事制度とかっていうのはどうなのかなって、働く場で思ってた。で、模索してる時にちょうどいいそういうタイミングで小畠さんとかその鴨橋さんの話聞いた時に、なんかそっちの方がこれからは必要だよねっていうのを強烈にやっぱり感じたんですよね。だからさ、ちゃんと子が生かされつつ組織として成り立っていくようなものの仕組みっていうか、まあそれだけ人事制度って、まあ一部分でしかないんで、それだけで組織がちゃんととか個人が行くとは思わないんですけど、少なくとも邪魔にならないようなその人事制度、そういうことをやっていくのは作りたいかなっていうのをすごく思ったっていうのは、最初の2、3ヶ月ぐらいの対話の中で具体的な人事制度の話になっていかずに、こんな話ずっとしてて大丈夫かなっていう不安になるんですよね。形が見えてこない中で対話だけが続くっていう時間が結構長くあって、あんまり僕らはそれ慣れないんで、戸惑いながら、でもなんか言ってることとかすごい共感できるなっていう時期がありましたね。あともう一個だけちょっと別視点で強烈に思ったのが、NPO とかそういう団体がお給料を取りすぎるのに対して何かこう後ろめたさみたいなのを感じてるっていう話とかを結構最初の段階で聞いて、確かに寄付とか国からの補助金とかで運営が主に成り立ってる組織に対して給料ってこんなにたくさん取ったらダメなんじゃないか、もっと言うとボランティアでやるよみたいな、その世間の目があるっていう。これはちょっともうもうそこはやめないといけないなっていう、だからもう単純にすごい高い給料取ってくださいとは思わないんですけど、普通ぐらいにはしようよっていうのは思いましたね。ちょっとこう日本の社会のこう特有の思考みたいなのもあるのかもしれないですけどね。なんか多分相当のこう対話を重ねながらそのプロセスをきっとたどったんだろうなと思うんですけれども、なんかこう一通りのこう制度見直しというものを経て、なんかこうそれぞれご自分の中でちょっと例えば変化したことであったり、あるいはこう一番なんか印象に残ってて、まあ今後に向けてちょっと改めて捉え直したみたいなことって何かありますか？曽根原さん、いかがですか？まずその人事制度の、そのいくつか改定したものがあって、一つ最初に手をつけたのが賃金制度だったんですよね。その畑中さんからのそのアドバイスだったりとか、あと世の中的なデータも踏まえて、世の中政治に近づける形での改定をしたっていうところ、そこは結構大きい変更ではあったと思っているし、職員が長く働こうっていうモチベーションの一つにはなるのかなって思っているっていうのがあるんですけど、もう一個今もパイロットを実行中ですっていう形になっているのが、まあ、評価制度にあたるそのフィードバックをする制度の部分ですね。
作るのが一番難しかったパートだったなと思っていて、自分のその通常のその民間企業だと、上長から部下に対して、あなたの評価はこれですよっていうのをこう出されて以上っていう、それがまあ給与に反映されますとか、もしくは360度だったとしても、他者から自分が受け止めて終了っていうものが多いと思うんですけど、カモノハシの場合は、その自分の中の対話を深めてもらう、その他者との対話を通して自分の中の対話を深めてもらって、その自己理解だったりとか、その自分自身の判断っていうのをきちんと握っていくような制度にしたいと思っていたので、対話型のフィードバック面談の設計をこうしてみてたんです。で、一番最初にそのコンセプトが、まあ、なんかこう理解されないかみたいなところが、すごいもどかしかったのが印象的で、その自分のそのあり方だったりとか、自分自身の奥にある意思みたいなものを、きちんとその対話でこう掘り出して、みんなでちゃんと握るっていうふうにしたかったんですけど、なんかそこのその重要性というか、なんでそれをやるんだっていう、そこのその周りにこう、こういう制度にしたいっていうのを出した後の、フィードバックというか、動揺ぶりみたいなところが、結構印象的だったというか、なんだろうな、多分自分のその伝え方だったりとか、文脈の伝え方みたいなところももちろんあったと思うんですけど、そうですね、そこの、なんだろうな、受け止める側としては、他にいろんな課題が組織の中にはあるでしょうみたいな声も聞こえてきて、なんかそこのその課題感のすり合わせの難しさみたいなところとかは、今思えば興味深かったので、その当時は結構辛かったんですけど、私自身は。なんですけど、今改めてそこのその課題感だったりとか、みんながそのなぜそこにこう難しさを感じたのかみたいなところを聞きながら、今パイロットをちょっとずつ調整しながら、実際に面談をやってみてる段階なんですけど、なんかそれを通して、そのカモノハシらしさをこの制度に吹き込むには、みたいなところを、いろんな人からこうアイデアが出てくるようになったなっていうのがすごい印象的で、なので、今、私がそのね、作り始めというか、ここのその制度改革の中で作ろうとしたコンセプトに、いろんなものが肉付けされて、導入されるようとするところ、この秋口から導入しようと思ってるんですけど、はい、そこにこう行こうとしている、このプロセスがなんか印象的でしたって、分かりにくいんですけど、はい、ではもなんい、かこう生き物としてこうそあ、のま制さに度ま自さ体に。がこう生きているっていはい。う感じがありますね。そうですね、オープンにしたことで、本当にいろんな人のこう声というか、なんか熱量がこう吹き込まれてくる感じがしています。川瀬さんはなんかその辺がやっぱり本当に普通の会社と違う、ルールを作って上の管理職とか経営者の人がバーンって落とすっていうのが普通なんですけど、とにかくこう対話の文化はできてるなっていうところも、なんかちょっとこれからの組織の在り方を見るような気持ちで、さっき戸惑うって園田さんおっしゃったんですけど、いわゆるなんか、人事制度やった時って全員が満足するわけじゃないんで、ストレートな反発っていうのが来ることが多いんですね、それやられると自分がやる。でなんかそんな感じじゃなくて、なんか戸惑いとか、ちょっとなんか、っていう感じで、もやっとしたもので、なんかこう、で話し合うっていうような、それまた時間かかっちゃうんですけど、そこはなんかすごく一緒にやらせてもらってて、あ、だからここにちゃんと時間かけさせてもらっていいんだなっていうところがありましたね。なんかこう模索をしながら、対話しながら、そこから、まあ、学び取るものもあり、またこう生き物として制度自体をこう成長させていくっていなんう。かもう表面的な反発っていうのはほぼなかったと思うんです。割としっかりとした。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっといろいろと制度のお話もお伺いしたんですが、もしかするとなんか人事制度という言葉自体が、なんかもしかすると違うのかもしれないなっていう、なんとか制度という別のネーミングがあるのかななと思いつつ、はい、じゃあちょっとそういう、まあ、制度やこう組織という基盤のもとで、カモノハシさんの、まあ、これからという、こう道がさらにこう進んでいくっていうところだと思うんですが、まあ、最後ちょっとお伺いしたいのが、まあ、これからという部分で、まあ、カモノハシプロジェクトとして、こういうふうにこれからありたいなっていうこと、であったり、まあ、そこでまあ働くお二人が、まあ、特にこう人事という部分をこう担うお二人でもあると思うので、こういうふうに
取り組んでいきたいなって思うことがあればちょっとそれぞれお伺いできればなというふうに思います、はい、でそしてちょっとこの番組を見てる若手世代の皆さんもこの時間を見てる方もいると思うのでなんかちょっとこうこれから社会に出る皆さんへということでちょっとメッセージもいただけると、はい、ありがたいなと思います。はい、なんかまとまらないかもしれないなと思うんですけど、はい、自分の、まあ、鴨の橋の中でのこれからっていうところでいくと今ちょうどそのパイロットがもうすぐこうなんだろう終わらせてその、生き物として進化させてきたその制度を導入しようっていうタイミングなのでなんかそこはきっちりやりきりたいっていうのとその先もやっぱりその制度自体は本当生き物みたいな感じなのでもともと描いているその個人が自分の尊厳を大事にしながらこう大事にし合いながら働ける組織作りに生きるような形でずっと持っていきたいなって思っているっていうのが私の中では一つ大きくありますっていうのと そういう世代の方々にっていうところでいくと私今回本当に全然知見がない中でこの人事制度改革の担当してきて気づいたのはやっぱり今の世の中ってだいぶ私がその新入社員として入った当時と変わってるなと思っていて自分自身のその意思をちゃんと大事にしつつその会社だったり団体のその業績も大事にしていこうみたいなそれをこう両輪で回したいって思っている企業さんが増えているんだだったりとかそれに対するそのなんだろうな知見そういうことをやっていくために必要な知見みたいなのも蓄積されつつあるんだっていうのを最近本当にいろんなとこでこう勉強させていただいて感じるのでなんか仕事は仕事って割り切る生き方ももちろんありだと思うんですけどなんかその自分を大事にしながらとか自分がやりたいこととか自分がこうありたいみたいなのを大事にして働くってきっと可能な場所があるっていうのは、はい、最近結構希望を持って感じていますっていうのは伝えしたいなと思いました。はい、ありがとうございます。ちょっとこう働くのに対するこう希望をしっかりと示していくっていうところですかね。はい、ありがとうございます。小畑さんいかがですか。はい、ありがとうございます。働くってすごい多様化しててなんか多分若い人にっていうとなんかもう想像つかなかったりするんですけどなんかいろんな、 なんか人生の選択肢が今本当に広がってるかなっていうふうに思っているのでなんか会社で働くとか組織で働くだけが働くじゃないと思うしなんか極端な話お金を稼ぐっていうことだけが働くじゃないかもしれないなっていうふうに思うとなんかその一個難しいことがあったり一個つまずいたことがあったとしても必ずなんか違うことでなんかまた挽回できるようななんか社会になってきてるといいなと思うし自分たちもそういう社会を作りたいなっていうふうに強く思うのでなんか一個会社入って難しくて失敗したからダメだじゃなくてなんか違う道もなんか模索していけるようななんかあり方をなんか貫いていってもらえるとすごくいいなというふうには思うしなんか自分もそういう社会に生きていきたいなというふうに思ってるのでなんていうかなそう働くことにそんなに気張らずっていうとあれですけど働くっていうことが目の前の一個だけじゃなくてなんか無限に広がってるんだっていうふうに思ってもらえるとすごいいい社会になるかなというふうに、はい、思っています。ありがとうございます。こういう鴨の橋さんのような組織をこう増やしていけるように頑張らねばというところですか。畑中さん、ちょっとしたことあれば。もう そうですね。やっぱり私はもう勝手に鴨の橋さんのやり方とかそういうのが10年とか20年ぐらい先 の、 組織とかコミュニティのあり方なんじゃないかなってその感じてて、社会とそれから自分が所属している組織とその個人っていうのが分断されずにうまくいい感じでつながってる、やってることが組織のためにもなってるしもちろん社会のためにもなってるしっていうのがなんかこうスムーズに そのあたりのところがこう行き来してるというかつながってるような感じの方がなんかこう自然な健全ななんかあり方のような気がしててちょっと今まではそこが分断されてた感じがするんでそういうような組織体とか社会全体もなんかそっちに流れていくんじゃないかなって思っててなんか そっちの方が気持ちがいいなっていうのをちょっと鴨の橋さんを通して見させてもらったっていう感じがしてます。こういう鴨の橋さんのような組織を
支えていけるように私たちも改めて学びながらですね、取り組んでいければと思いますし、はい、ぜひこれからも応援をさせていただきたいなというふうに思っています。本日まず貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。とても学びの多い一人でしたけれども、ね、はい、うん、なんか制度って私たちも普段仕事でも扱う部分ですけど、うん、なんかこうかカチコチのものをこう作り上げて運用するみたいなイメージで捉えがちですけれども、なんか本当にこう生き物として浸透させていくというか、なんかそういう感覚が持ちながら組織運営とも向き合ったんだななんていうのが、ちょっとそのプロセスが見えてきました。いかがでしたか？うん、やっぱりこう生きてるその生き物としての場というかね、まあ、そこからどういうふうにこう制度というものを見ていくのかっていうところにこうなってくるのかなと。まあ釜橋さんのようにね、その一人一人の個というものを大切にする、まさに尊厳というのは、ね、まあ、だからこそできるのかなと思うんですけども、やはり個とそのまあ共同とこの両方がね大切なんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから、まあミッションの奴隷になるなっていう話があったんだ、はい、だけども、うん、まあ、まあ例えばね、こうミッションだとかマニュアルとかね、そういうこう外部の基準、外部に基準を置いちゃうと、それに対して自分をそこに当てはめなきゃいけないっていう話になっちゃう、ね、例えば音楽だったら、メトロノームにね合わせてその刻みを通りに行くっていうね、まあ、それは自分の外部にその基準というものがあったりすると、まあ、それが一つあるとするんだよね。でもう一つは上手い人に合わせるっていう、ね、方法、まあ、これも、まあ、会社の経営理念は、まあ、実は社長が作りましたとか、まあ、先ほども小畑さんが言ってましたけども、目標管理っていうのをね、まあ、上司と一緒に目標を立てると、それは上司の正解があって、それに合わせて目標が実は立ってるような、ね、感じだと、これは上手い人に合わせて、曲を、まあ、弾く、まあ、それでも、まあ、ある意味で、こういい曲はになるかもしれないけども、それでは、まだ第二段階のようなね、マニュアルの一歩進んだ段階のような気がするんだけども、最終的なところというのは一人一人が自分 の、 その尊厳、まさ に自分らしさを大切にして音楽を聴きながらも、それが一つにまとまった曲になってくる、ここに、まあね、感動を覚えるんじゃないかと思うんだよね。この3つ目というのがまさに個のエネルギーというものと、それと個と個との間から生まれてくるこの生きた、この、まあ、固有の、まあ、まさにこう自立した生命体のようなね、まあ、そういったような場ができてきて、その自立した生命体の場から、いろいろと、行きたい方向があって、でそれに合わせて個々人が、そこに、まあこう自分 もそこに統合しながら自分の役割をやっていくような、まあ、それが働くというところにつながってるんじゃないかなと思うんだよね。だからこれ、まあ、実は、一番最初のメトロノームと2番目の上手い人に合わせるのとっていうのは外部から起きてるんだけども、この3番目のこの、まあ、生きた場というね、間というものというのは、まあ、外部にあるようで自分の中にあるという、内在してるというね、こういうところから、自分の個というもののエネルギーも大切にしつつ、内在しているエネルギーというものを大切にしつつっていうところの調和によって、ね、まあ、うん、一つのこういう場ができてくるというかね、まあ、こんなところが実はあるんじゃないかなと。だからまあ、金ちゃんも、音楽やってきたし、私も、まあ、大学の時は応援団に行ったんですけども、まさにそこには、まあ、それぞれが、まあね、プロ意識を持ってまた鍛錬をして、でその中で、一つの、まあ曲なりまたは演舞なりっていうのが、なされていくというかね、まあ、そんなところが、あるんじゃないかなと。そういったところを大切にして、まあ、人事制度でも、カチカチの、まあ、例えば、等級制度を作ってそこに賃金を当てめるんじゃなくて、わざとそこには余白を作ってそれぞれが対話をしていくような場を作りながら、このね、会社というものをコミュニティにしていくというか、まあ、現象としてコミュニティとしていくというか、ね、まあ、このようなところが実はあるんじゃないかななんていうふうに感じましたよね。確かに個
の尊厳を大切にっていうのとお互いを尊重し合うって、まさになんかオーケストラとか吹奏楽ってなんかそういう、うん、あの組織体だよなっていうのがちょっとあのイメージしながら今お話を聞きました。子と子の間柄、そうですよね、そこから生まれるハーモニーみたいなのがあるのかなと思うので、はい、まあ、こういうこう働くのあり方がもうすでにあの社会にしっかりと生まれてるんだよっていうのをあのどんどんあの私たちも伝えてあの応援していきたいななんていうふうに思います。はい、鴨の橋のお二人 の小畑さんと曽根原さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは次のコーナーお願いいたします。今日も元気に野菜がうまい、しまうまタココロカフェコーナー。はい、私たち人事労務が運営する903シティファーム、2020年秋に、ノート食で地域がつながるをコンセプトに地元台東区のかっぱ橋本通り沿いにコミュニティカフェ、タココロカフェをオープンいたしました。かっぱ橋から90分圏内で飛んでいる新鮮安心安全な、無農薬減農薬のお野菜を店頭で販売し、それらのお野菜を使った体に優しいメニューを、ボランティアメンバーの皆さんとともに提供しております。で今回はですね、9月の28日に、秋葉神社さんで、開催する、こちらにもありますね、地域のお祭り秋葉様の田心マルシェについて、お話をいたします。それではご覧ください。皆さんこんにちは、田心カフェの白川です。本日は私たちが主催する秋葉様の田心マルシェについてお話しいたします。秋葉マルシェはかつて浅草田んぼと呼ばれたこの地域を再び食の豊かな街にしたいという願いと、秋葉神社さんの地域のコミュニティの場になってくれたらという思いが重なりスタートいたしました。当日は地域に拠点を置き活力ある事業を行われている企業の皆さんや903やカフェの試みからつながりをいただき、ご縁のある皆様が出店くださり場を盛り上げていただきます。また田心カフェの新鮮安心安全のお野菜や果物を販売する野菜ブース、田心カフェの人気メニューや特別メニューを提供する飲食ブースをご用意しています。そして秋葉神社の自然をフィールドにした子どもたちのワクワクを育むイベント自然体験ブースも設置しています。自然体験ブースではお楽しみの参加賞や景品もご用意をしています。さらに新たな試みとして私たちが活動を共にする浜美大出身のメンバーが土を使った絵の具で作品を作るアートブースを企画してくれています。普段なかなか意識されない土を用いた体験をお楽しみください。ここまでの歩みの中で本当に多くのご縁が重なり、さまざまな方と共同をしながら農、食、アートを通じた地域のつながりの場が創造され深まっていることを実感しています。地域の神社を舞台に次世代のつながり豊かな場をみんなで育んでいけたらと思いますので、足をお運びいただけたら嬉しいです。秋葉マルシェは9月28日土曜日11時から16時まで秋葉神社で開催いたします。ホームページや SNS にも情報を発信していきますので、ぜひチェックしてください。当日秋葉神社でお会いしましょう。待ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。9月28日秋葉神社さんでお待ちしてますということで、なんかちょっとワークショップが気になるところでしたけれども、うん、土のね、土って普段あんまり触れたりしてないで、ただ大地を歩いてるなっていう感触しかないんだけど、実際その土を触って匂い、まあ、そしてそれを、実際に絵に描いてみるというね、うん、色をね、うん、そうそういろんなデザイン感もあるしね、うんうん、まあ、ぜひともね体感してほしいなと思います。はい、はい、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。9月28日、はい、来月ですね、お待ちしてます。はいはい、それでは、リスナーの皆様、いかがでしたでしょうか。そろそろ終わりの時間に、なりますので、ちょっと、まあ、また次回もお願いしますというところで、ホームページの方から、過去放送分もご覧いただけますので、ぜひホームページの方をご覧いただければと思います。はい、第45回目の放送、聞いていただきまして誠にありがとうございました。次回放送はちょうどマルシェの直前ですね、はい、9月の24日火曜日、14時からになります。次回もお楽しみに。